やっていきましょう。流行り紙ですね。やっていきましょう。データベース読みのコーナーです。結構出てるね。ああ、エクスクラメーションマークの道路標識のうっは、その他の危険を意味する。通常、うっの標識の下に、路肩弱し、見通し悪しといったように、補助標識が併設されている。ああ、何で危険かってことか。エクスクラメーションね。しかし中には何の表示もないものも存在する。このためそういった標識のある場所は原因不明の事故、つまり幽霊の出現などによる事故が多い場所であるという噂がまことしやかに流れている。あ、そうなんだ。そういう特徴があるんだ。何も補助標識がないときね。事実、標識があるというからにはその周辺で事故などが多いのであろうということは想像に難しくない。そうした考えからこのような噂が流れたものと考えられる。補助標識がないのは大木が道にせり出しているとか、何らかの障害物により通行に支障をきたす場合にその原因が明らかなものであるためということになっているのだが、また他にも道路標識の噂として有名な噂が存在する。歩行者専用標識に関する噂だ。これは手をつないだ親子の絵を標識化したものだが、実は一見親子に見えるこのマークが誘拐犯に手を引かれた子供の絵であるというのだ。この標識を公募で決める際、送られてきた写真が実は誘拐犯が子供の手を引いていく場面をたまたま撮影したものであったと言われている。いや、それどういう確率よ。ほぼゼロだろ、その確率。え、そんなある？しかし実際はこの標識、国際連合道路標識という標識の国際規格によって定められたものであり、噂で言われているように送られてきた写真によってデザインされたという事実は存在しない。ああ、じゃあもう根も葉もないあれか、デマか。なるほどな。まあそうだよね。さすがにそうだよ。じゃあお次は、清めの塩。昔から葬儀より帰った後、あるいは歓迎しづらい客人が帰った後などに清めることを目的として塩をまく習慣がある。これを塩払いと言い、塩払いとも書く。なんで塩なんだろうね。砂糖撒いちゃダメなの。まあダメか。アリがいっぱい寄ってくるか。どこから始まったんだろうね、その習慣自体。過去、海には神の住む別世界があり、塩ごり、つまり塩水で体を洗い流し禊をすることによって不浄なものはその別の世界に流されると信じられていた。だから体を清めてきなさいとか言うとき、別に塩水で洗うわけじゃないか。清め、だからあれか、体を清、なんか、巫女とかさ、ゲームとか、漫画とか、アニメとか、で、巫女とか、生贄になる人が体を清めてきなさいみたいなことを言うときに、お風呂に行くのはそういう理由なのかな。まあ、水っていう意味ではね、塩水ではないだろうけど。古事記には、来たか、死したイザナミの巫女に会いに、黄泉の国を訪れたイザナギの巫女が、そうですね。そうですね、そういうのがあったんだよね。金を破って妻の姿を見ると宇治だよね。その体には宇治が湧いており、恐れ逃げ帰るというくだりがある。そうだね。で、逃げ帰るときに黄泉とこの世との間を石で塞いだと。それが天の岩戸だったかな。その後なんとか地上へ戻ったイザナギの帝は体を海水で洗い禊を行ったと言われている。あ、そうなんだ。へえ、そうなんだ。イザナギの巫女は男の人ですね。イザナミの巫女が女の方ですね。奥さんですね。このように神話にも残る、なんつった、塩ごりだが、やがて人の生活の場が、海辺から山間部へと広がっていくに従い、海水が蒸発して残った塩自体を体を清めるものとして使うようになったのだと考えられている。また古来より塩には防腐作用、
殺菌作用があることが知られていた。まあそうだよね、塩漬けとか、ね、漬物とかもそうだもんね、長持ちするのは。まああれはでもあれか、正しくは防腐作用か、合ってるか、海水というか中の水分が出るから腐りにくくなる。人は死んでしまえばその遺体は腐敗してしまう。前述の古事記の物語は、古代肉親を祀った後その死体を見に行く習慣があったことの表れであると言われている。しかし当時現在のように火葬という習慣がない時期には腐敗した死体が疫病などを発生させることもあった。そのことから腐敗した遺体は汚れをもたらすと考えられるようにいたり、また遺体が腐敗していく様自体が汚れであると考えられるようになった。以上のことから遺体の腐敗による汚れを抑える作用としての塩、そして浮上を洗い流すものとしての塩という考えが混合され、塩は死イコール汚れを清めるものとしてのアイテムとなったと言われる。まあ、森塩とかもあるよね。しかし輪廻転生という世界を持つ仏教では、死は汚れではなく当然受け入れるべきものとされ、清めの塩を廃止するという動きも出てきている。現在の話、このゲーム現在の時の話。そっか、仏教だと塩まかないってことか、塩とか使わないってことか。キョンシー、目玉一個のなんか一つ足のぴょんぴょん飛ぶやつだよね。ジャンシーともいい、なんて言えばこれ全然わかんない、なんとかとと書く。なんとかは固まったを意味し、なんとかは屍、つまり死後硬直した屍のことであり、なんとかはその核だからキョンシーでいいのか。キョンシーはその死体が妖怪化したものである。古来中国での死者の埋葬は土葬で、死体が埋められて腐らずに千年の時を経ると大地の気を吸い、やがて動くようになり人に危害を加えると考えられていた。キョンシーは昼間棺桶の中に眠り、夜間のみ動き出すと言われている。一見ドラキュラ等に近い存在にも見えるが、ドラキュラが生き物としての思考を残している存在であるのに比べ、キョンシーになると生前の記憶や人間としての思考などは全て失われてしまい、もちろん言葉なども喋ることもなく、ただ人を襲う存在となってしまうのである。ワンダラーになってしまうってことですか。ワンダラーになってしまうってことかな。なるほどな。まあ体だけ動いちゃうってことだな。また襲いかかる際には死後硬直のために両手両足を伸ばしたままぴょんぴょんと跳ね かじりつくと言われている。一説にはキョンシーにかじりつかれたものは同様にキョンシーとなってしまうという説もある。ゾンビとかってこっから来てんのかな。またという字には倒れたという意味もあり、キョンシーとは生き倒れた死体であるとも言われている。古来中国の道教の術に超神術というものがあった。超神術とはキョンシーを作り出す術だと考えられているが、もともとは故郷を遠く離れ亡くなってしまった人間の遺体を故郷に運ぶための術であったと言われ、読んで字のごとく硬直したままの死体をさも死体が自ら飛び跳ねているかのように動かす術であった。そのことからキョンシーは生き倒れた死体がなるものであるとも言われている。そっか、そうなんだ。まあなんかキョンシーは中国感ある妖怪というか、そういうものかなっていう印象しかなかったけど、そういうことなんだね。一応死体なんだ、ゾンビなんだね。ああ、ゾンビもだからかじりつくとキョンシーになるっていうところから本当にゾンビ来てんのかな。まんまゾンビだね、それ考えると。公園の歩くぞ、京都のこれはなんて読むの、 丸山円山公園には働く少年の像と名付けられた像が存在する。この少年の像、夜になると動くと言われている。この伝説は京都の円山公園限定の話ではあるが、学校にある二宮金次郎が動くという噂をはじめとして象が動き出すという伝説は各地の至るところに存在する。まあ連想しやすいからね、すごくイメージしやすいものですからね。あ、それだけ？それだけか。
たけしくん像とか、さとる、さとしくん像とか、なんなの？あれ、本当にあんの？東京に。何の像なの、それ。あ別に説明してくださいますか。ありがとうございます。渋谷のたけしくん。渋谷にはたけしくんという子供の像があり、そのたけしくんの周囲を自転車で回りながら、遊びましょうと声をかけると、その夜本当にたけしくんが遊びに来ると言われている。同様の噂として、横浜のとある公園には、ひろしくんという像があり、こちらも夜になると動き出すと言われている。しかし、実際のところ、たけしくんと名のついた像は渋谷には存在しない。ないんかい！この噂が誰により何のために流されたのかは定かではない。ないんかい！たけしくん。え、ちょ待って、ひろしくんはあるってこと？ひろしくんの像はあるってことなのかな？なるほど。調べました。ありますね。ひろしくんどころか、なんか他の像もいっぱいあるんだけど、年季が入ってるのもあってすーげー怖いわ。確かに。あれを見たらちょっと怖いな。まあでも物にもね、魂が宿るとも言うし、長年あそこにいるぞっていうことで、もしかしたらっていうのはあるのかもしれないね。退院歴。メソポタミアはシュメールにその起源を持つ古代歴法。退院、つまり月の周期によって一月を29日または30日とし、12ヶ月354日で1年と換算した。微妙にずれるんだな。でもすごいな、古代の時代にもそうやって数字というかそういうものがあったんだな。しかしこの歴史法では歴と実際の季節とにずれが生じるため、紀元前4245年頃に古代エジプトにおいて使用され始めたと言われている太陽の周期で1年を365と換算する歴法、太陰暦を取り入れた。太陰太陽暦が成立。これは太陰暦を基本に調整のため19年に7度のウルー月を設ける暦であり、古代バビロニアで始められたと言われている。この太陰暦は日本の旧暦をはじめとしてユダヤ暦、ギリシャ暦、あるいは中国歴などにも使用された。しかし周知の通り、現在の世界の大半では太陽暦が使用されている。365日ね。公式暦としてのこの太陰暦が使われているのはイスラム教のヒジュラ暦のみである。太陽暦で1ヶ月を約30日としているのは太陰暦の名残とも考えられている。なんか似たような言葉が並んでて分かりづらくなって混乱したな今。なるほどね。まあ古い方法ってことですね。逃げ水。日差しの強い日に道路の前方に水たまりがあるように見えるのだが、その場所に近づいてみると、その子に水たまりはなく、今度はその水たまりがやはり遥か遠くにあるように見える。お江戸もお江戸も水たまりは遠くにあるまま追いつけることはない。こうした現象を逃げ水という。あ、そうなんだ。逃げ水は快蜃気楼という蜃気楼の一種であり、光は密度の高い方へと進む性質を持っているため、夏の日差しの下、道路の照り返しなどで地表表面近くの湿度が高まることによって密度が高くなり、光の屈折が起こる。それによって本当ならば遠くに見えるはずの映像が本来の位置よりも下方、つまり近くに見え、このため快蜃気楼の一種である逃げ水現象が発生するのだ。この逃げ水現象はアスファルトによって多くの道路が舗装されたことで今日では比較的頻繁に見ることができるが、清少納言の枕草子などにも記述があり、過去にも見られたようである。特にたけしでは、この逃げ水が名物とまで言われていた。また、俳句の世界では、逃げ水は春の季語として使われている。春なんだ。夏じゃねえんだ。夏に見るあれじゃねえんだ。これ全部か。
はい、 72% まで来ましたね。科学ルートとかで最終話のところで出たやつはちょっと最終話の最後の方につけちゃったんで、もう読んだ手になってるんで公開してないですけど、 72% ですね。でもまだまだあるな。ひとみさんの方で 10% ぐらい増えてもまだ 90% とかいかないぐらいか。やっぱなんか隠しルートがありそうですね、この感じだと。深淵のルートありそうだな。はい、ありがとうございました。ありがとうねー。